慶徳鎮登録、新朝の慶徳鎮慶徳鎮氏は中華、人民共和国厚生省東北部に位置する地球市。古くから陶磁器の生産地として有名で、国家歴史文化名城に指定されている。省東北部に位置し、西北は安貴省、東ず至る県、南は万年県、西は陽県、東北は安貴省貴門県、東南は原県と接する。 気候は熱帯性で降雨に恵まれ、気温は和である。周囲を山々が巡り、河川も多い。河野支流、マサエが流れる。市区の海抜は320メートルである。原名は新平。後にマサエの南岸に位置することから、マサミナミチンと解明された。北総の慶徳年間、年号にちなんで、慶徳チンと解明され、不良県に属した。 1960年に不良圏から出て不良圏をも含めた慶徳鎮守となった。関代からすでに陶磁器生産が始まっていたとされ、宋代には青白寺の名品など元、明、清真の時代には聖火と呼ばれる染付時期の油品を排出し、宮廷でも用いられる一方、ヨーロッパ、イスラム圏など外国にも広く輸出された。広東小物産、湖北省観光、 河南省主戦鎮と共に中国四大明鎮とされる。秋雨から新代にかけて、慶徳陳民用では、輸出向けの雑器も大量生産され、日本へは江戸前期に渡来し、南京焼きと呼ばれた。文化大革命の折には、旧文化であるとされ、公営兵による被害を受けた。2010年代においても、陶磁器の生産は盛んに行われているが、 付加価値の低い汎用品が中心であり、他の中国国内の産地と比べても目立つ規模ではない。陶磁器以外に、茶も古来から重要な産品であった。また近年は、各種工業も発達している。西勝区一研究、市、一研を管轄する。東北行政区東北行政区学平、仙区学平、仙区不良仙区系特賃士官。 戦警特にへ聞く急戦警特沈期待機。ありがとうございます。